じゃあ、最初は距離当てで1人抜けてもらって、その後アプローチ勝負で、1人脱落させるっていう形でいいですかね。距離当てで当たってトップはもうそのままもう抜け、あ、残り4人のうちアプローチが寄らなかった人が落ち。はい、いいですか。そうです、そうだからトップはもうサドンデスなし。ということで今回はテクテクテク協賛ということで、皆さんの目測が果たして、どのぐらいなのかというのをですね、今からやっていきたいと思います。なのでここに皆さん立っていただいて、はい、後ろを振り返ってください。あの池の左にクリスマスツリーみたいな木が一本立ってますね。はい、はい、であそこまでの距離をですね、おのおの、僕のとこに近寄ってきていただいて、マイクの近くで何ヤードあるのか正確にちょっと答えていただきたいと。はい、なのでよくしっかり皆さん感じて、あの木の池の左の木場ですね。はい、よろしいですかね。はい、いいですか。もうでは、あのもう答えがもう自分の中腹が決まった人だけ一人ずつ僕のところに。はい、はい、125、はい、ということで旗の選手は125ヤードということで、はい、2人目どうぞ。132、はい、ということで篠崎選手132ヤードということで、はい、じゃあ瀬戸選手、なんでそういうやりじゃない。118、はい、瀬戸選手118ということで、はい、138、はい、瀬戸選手138ヤードです。はい、じゃあ最後瀬戸選手、はい、125、はい、 OK です。では、1人ずつ発表します。いいですか。一番短い距離を言った方、118、瀬戸瑞希。なんと柴ちゃんと夏希ちゃんが全く同じでした。125でした。私も125で、まなちゃんが138、132、セガモモが138でした。はい、では正解言います。運命の来い来い来い来るんだ125。はい、正解は133ヤード。ということで、まなちゃん距離計測コンテスト1位ということで、すごいですね。なので、まあ、125ヤード、 8ヤード誤差。じゃあセガモも5ヤード誤差、はい、138。みずきちゃん118、さすがに15ヤードの誤差はちょっと反省点です。はい、ということで、篠崎選手はそのまま勝ち抜け2番ホールへ。はい、残りの4人はこちらからアプローチ勝負です。解説します。ウェッジを持ってきていただいてバンカーショットいきたいと思います。波多野さんが下を向きました。バンカーって言った瞬間そんなやばいの苦手よね。そうだっけ、うん、誰がうまいかな。やっぱこのパターンにしてよかったよきっと。あ、本当だ、イップスよ。イップスよじゃない、やめて、ちょっとカメラ周りイップスよとか言わないで。せーの、テク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 。はい、こちらテクテクテクですが、高低差がですね、まあ、本当にこうワンタッチで広げるとすぐにね高低差が出まして、競技なんか使うときはこれを締めていただければ高低差が出ない仕様になっておりますので、まあ、競技ゴルファーさんもですね、そのまま使えますし、一般のプレーの時も高低差測れますので、どういう状況においてもまあ比較的こうすぐにこう対応しやすい、非常にこう分かりやすい計測器になっておりますので、ぜひこちらを使用していただきましてレベルアップを測ってください。あ、出た出た、下がってるやつだ。いや、こっから行ったら面白いじゃん。下がってるやつだね、出た。なんで、出た。いや、この間だって前上がりだったでしょ。え、下がりですよ。この間前上がりじゃなかった。あ、こうか。そうでしょ。え、こうでしょ。なんかハイパーそうですね。ハイパーそれだった。で、あのピンに対して。はい、ということで、あのピンに対して行きたいと思います。あ、ちょっとまあ、まあそんなことはないと思うんですけど、乗らなくても近い方が。そう、そう、乗らなくても近い方が勝ち。順番を決めてください。じゃんけんですか。じゃんけんで。最初はグーじゃんけんぽい。やべえ、最後だ。最後いいじゃんね。
最後良くない、まあ、遠かったらね、あの中に入れようと思って近かったら結構プレッシャーいい、はい、じゃあここのシャダンデス最後がいい、絶対負けろ負けろって思ってちゃんとケースを置いて、最後は2番目、ではトップは誰でしょう、セガモンは、はい、じゃあここのこのエリアから、はい、あのピン、状況としてはですね、かなりあの左足下がりの、はい、エッジまでが20ヤード、はい、ピンまでが、27ヤードです、はい、でトータル、27ヤードのエッジまで20の左足下がりからの、まあ、下り傾斜に対するバンカーショットと、まあかなりこれは難易度高いですね、はい、では先頭バッターお願いします、あれ置いていい、はい、もちろん置いていいです、難易度高いよ、これはかなり難易度高いです、もうかなり斜度的にはこのぐらいありますね、このぐらい、うん、何度ぐらいですかね、15度ぐらいありますかね、うわ、まあね、これはやっぱりこう最初に打つ人は結構不利と言われてますが、手が最近バンカー調子いいです、結構サンドセーブ率いい、めちゃうまい、めちゃくちゃうまい、ナイス、素晴らしい、ちょっとうますぎましたね、約1メーターちょっと、これはね今ねナイス、あの今のはセガモもちなみにあの完璧な場所に完璧なスピン量で落ちましたけど、自分的には何点でしょうか、いやもう110点、ナイス、素晴らしい、じゃあマークお願いします、今のは素晴らしいです、はい、ということで、はいはい、鳴らしていきます。はい、鳴らしていきます。ナイスよ。ありがとう。はい、続きまして、瀬戸瑞樹選手。同じような状況から。ではお願いします。これはまさかの、あ、とか言やったよ、まさかのダフってバンカーが出ず、後続組を安心させるショット、はい、どうぞ、なんていうんですか、考えて奥のカラーでも、奥のカラーの方が近い、ちょっとでもさ、お兄さんはきっとね、もうね、バンカーやらないよ、ちょっとうまいから、マジバンカーはじゃあホームランしかせんから、うまい、はい、ナイスです、グリーンは出ましたが、はい、距離は多分夏希ちゃんの方が近いと思います、わかんないです、はい、では最後キャプテン芝、あ、直します、はい、すいません、鳴らしたら行きます、あ、はい、すいません、はい、すいません、はい、すいません、はい、今終わったみたいな、コーチに鳴らさせる生徒ビッグな予感ですおそらくあそこの4人はビッグになる、さあキャプテンハレ、さあこれは、これはわからない、ということで距離を計測したいと思います、瀬戸瑞樹、いやー、瀬戸瑞樹、もうダメダメ
15.4 ヤード。ちょっとハレーさんが危ない。芝。21ヤード。ということで、残念ながらキャプテンハレー、一番ホール脱落ということで。キャプテン、やだ。前回2位の、でもやっぱりセガモモがやっぱり今のはうまかったですね。でもうまかったと思う、自分でも、はい、あれで生き残ると思わなかったね。まさかね、みずきちゃんね、やったよ、しぶといね。あのそういうしぶとい時は強いんですよ。そうね、流れがね来るから。確かに、それで生き残ってる時はね、意外とね、最後までね。はい、ということでまあね、本戦結構うまくあそこアプローチをしてパー取ったけど、どうですかね、敗因としては。多分置く場所間違えました、バンカーの、うん、バンカーの、ただ単にそれだけだって。練習ではあそこで寄るから普通、ね、やっぱりそこら辺はちょっと冷静な判断ができなかったですね、うん、はい、コースマネジメントがちょっと甘かったね、はい、甘かったです。まあでもあの試合でああいうところに行くこともあるんでね、うん、ちょっと練習ですね、はい。まあ、正直見ててやっぱりあのホームランした理由としては、うん、確かに結構左足が下がっててきつかったので、うんうん、やっぱりこうダウンスイングでちょっとでもターゲットのこう体が動くというホームランになりますので、左足下がるのきついところは本当に体のセンター止めて打たないと、ちょっと寄ってしまうとホームランになっちゃうんで、まあ、そこは今後の練習課題です、はい、お疲れ様でした。では頑張ってください。今日はこれだ、お願いします。キャスター、キャスター、プチニーのプチニーナ試してみたいと思います。何の匂いですか？私はグレープを、グレープを試してみたいと思います。一粒ですかね。はい、プチン。あ、意外と簡単。あ、めっちゃいい匂い、めっちゃいい匂い。ぶどう大好きだからちょうどいいですね。気分が上がりそう。いい匂いです。この企画はお手頃価格で高性能レーザー距離計はテクテクテック、マスクをつけるのが楽しみ、マスク用フレグランスのプチニーナの提供でお送りいたします。